ドジャースは初回2番フリーマンの打席、初球をレフト方向への大きなホームランで鮮やかに先制を決めた。また、フリーマンは第3打席にも1、3塁から右中間の深いところに大きな犠牲フライを打った。フリーマンフリーマンすげえな。やっぱチートで草。フリーマンは状態良さそうね。すごすぎるわ。バッティングの正解、教科書、偉人。さすがです。意味わかんねえバケモンすぎる。神ことフリーマンさんはいつも通り打ってるんだ。さすが。フリーマンから2打席対戦して2奪三振取った選手がいるらしいぞ。山本えぐくないか？やっぱり吉野部化け物で草。これは本物や。まだ投手有利な時期だからね。やっぱ実力はメジャーでも最上位みたいだな。しっかり適応して2桁勝ってほしい。先日、山本と同じチームでよかったと言っていたけど、本当にその通りだったよ。さすが日本のエース吉野部。MLB でも投手副官や MVP まで取りそうな予感。もちろんアジア人初のサイヤングは取ると思う。もちろん本戦からだしまだまだ油断禁物だと思うけど、マジで新人王と CY 賞日本人初のダブル受賞あるんちゃう。山本は2桁勝利は間違いないやろう。これが MLB 全体でも通用するならマジで今年のドジャースやばいな。もう意味がわからんやばい。もともと期待が高く、超高額な年俸で契約したので、これが普通だろ。このまましっかりと結果を出し続けることが評価された結果だということ。あとは怪我なくシーズンを乗り切ってほしいと思うのがファンの期待。オープン戦見ても野手の充実っぷりが半端ない。怪我さえなければオリックス時代より勝てる。研究され始めてからが本当の勝負だけど、山本が活躍できなければ当分日本の投手はメジャーいけないな。各球団はデータで丸裸にして対策をしてくるだろうな。そこからどうなるかだろうな。山本選手が15勝すればポストシーズンに進めると思う。オープン戦どんな投球するか楽しみだな。